外角丸で取るのはどういう恩恵があるんやこれ。ちょっと打ちづらいんやか外角。カトフォ投げてえな。カトフォ行こう。いいじゃん、全出し。相手の能力バカ下げます。この外角丸のコントロール見て、みんなガチエグいけん。よし。で、宮西さんは称号できる。宮西いけます。なんでもいいよね。なんでもいいや、こいつ。本格派。神！神じゃんけー。キウイ型。あ、もう宮西さん行こうか。かっこいい！かっこいいです。さあ行こう。あれ、ガソリンスタンドじゃないじゃん、ユニフォームが。ガソスタユニはよ、ガソスタユニはよやん。今日こういうヒット多めっぽい。あ、外角丸出た。外角丸今一度見ていい？外角にストレート投げると強いらしい。いや、宮西さんはね、やっぱスラーブ強いけど、やっぱこのスクリュー、これが強い。これを生かしていきたい。タイピン出るよ、そんなことしたら。そんなことしたらタイピン出るよ。はい、出ませんでした。取って丸吉弘、タイピン消される。これユニフォームガソリンスタンド早やんね。スピ4600、相手強い。あー、でもこういう上手い人でもやっぱ宮西さんまだ全然刺さるね。めちゃめちゃ強いじゃん。待って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 、俺ここ宮西さん行く。宮西さん宮西さん宮西さん全出し。相手の能力バカ下げます。ゲッツ、無理か。いいボールやけどな。紙一重やんな今の。外角丸で取るのはどういう恩恵があるんやこれ。ちょっと打ちづらいんやか外角。カトフォ投げてえな。カトフォ行こう。いいじゃん。これストレート系の恩恵はさ、カトフォも有効なんか。左方向やけんダメか、さすがに。杖はありがとう。ちょっと宮西行くか。宮西さん行こうか。外角丸。うわ、スピの下げ方えぐ。あー、王さん取れ、それ取れんか。
あーでも外角コントロールめっちゃ良くなるな今の。初回は何やったんこれ。うわ王さんさすが。初回のゼロ何やったんこれ。ガソスタ行きます。この外角丸のコントロール見てみんな。ガチエグいけん。打たれたやんけ。エグいっしょ。でもコントロール外角のビタよこれ。これビタっす。あんまそうでもないな。ラグよいしょ。まあもう宮西さんは安定やね、うん、安定宅リアタイの母、リアタイの母宮西。リーグ勢、いやリーグの楽しさってねあるよ全然。リーグ勢はリーグ勢でクソ楽しいと思うよ、ね、要はなんやろうな、あの要はねプロ野球のペナントレースと同じよ、ね、自分が野球しとるわけじゃないけどその順位が変動したりそれを見よる感じよ。リーグ勢って自分が育成した選手、自分がつけた称号で他のユーザーと戦うっていう、そこに面白さがあるんよリーグって。いや収穫は大山さんとギータの写真と宮西さん。もう宮西さん俺本当はね今の宮西さんをずっとスピカ予報しようかなって思っとったけど、この宮西さんゲットできたんやったら多分この宮西さんを一生使うと思う。いや本当は今の宮西さんと一生共にする予定やったけど、あーでも宮西さんはねアニバーサリーの方が多分強いよ。アニバ持っとる人たちはアニバやね。だって宮西さんに対強打者ついとるのと一緒やけんね。でもアニバーサリーって今年誰が目玉になっとるの今のところ。あーもうバウアー書くやろうな。村上岡本坂倉か。